感情でダッフルコートを着用するイギリス海軍兵士1941年撮影ダッフルコート写真はフランツフェルディナンドのアレックス・カプラーノス角のトグルと皮紐のループが用いられた製品例ダッフルコートは該当の一種である。起源は北欧の漁師の仕事着であるが第二次世界大戦時にイギリス海軍で防寒着として広く使用され、 その余剰在庫品が対戦後に市場に出回ったことで一般化した。フード付きの防寒コートで使用されている肝仕上げの厚手の二重あや織のダッフル生地の原産地、ベルギーのアントウェールペン近郊の都市、デュフェルに名称が由来する。メルトンと似ているが、ダッフル生地は表側の糸を仕上げ工程で切断して大きく毛羽立たせることに違いがある。裏地はない。フロントは トグルと称される浮き型の止め具と体になる、ループ数組によって止められるため、ボタンとは違い、手袋をしたまま服を脱着,着衣できるのが特徴で、また前合わせのうぜん、左前を簡単に入れ替えることもできる。市販されているダッフルコートの基礎となったイギリス海軍用の製品は、キャメル色化交雪地帯では、白色の生地、木製トグル、麻紐のループ、帽子の上からかぶれる。 大きなフード、膝までの丈、肩からの水の染み込みを抑えるためのストームパッチを備え、各種制服の一番上に着用される皮膚として非常にゆったりした作りになっていた。特にイギリス海軍のものが有名で、その分厚くそやな生地は弾薬箱の内側に貼られるウール製干渉剤を転用したものだと言われている。1950年代に ダッフルコートという名前が定着するまでは、海軍内部では、コンボイコート一般には、モンティコートとして知られていた。日本では、幅広い年齢層に愛用されているが、中学生、高校生の場合、制服の上に、スクールコートとして着用することもある。現在の民生品では、動物の靴の製トグルや革製のループが用いられる、ことも多い。イギリスのジョンパートリ社。 クローバーオール社、フランスのオールドイングランド社の製品が有名。メルトンではなく、ポリエステルやフリースなどの生地を用い、形状のみを真似たものが、ダッフルコートと称されている例もある。ありがとうございます。